き慣れない次世代のリートという投資対象。当ファンドでは人口構造の変化や情報技術の進歩などのメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断される新しい分野のリートを指します。私たちの日常生活は次世代のリートが提供するサービスにも支えられています。本映像では学生寮で生活する大学生の休日を見ながら、生活に密着する次世代のリート銘柄をご紹介します。動画のデータはクラウド上に保存されており、実際にはデータセンターという専門施設のサーバーに保存されています。データセンターリートはデータセンターを保有・運営しており、ネットワークサーバーや通信機器などの設備を設置・運用することに特化しています。電源設備など安定した電力供給や監視カメラなど強固なセキュリティを提供しており、専門的な知見が必要となることから、新規参入には高い障壁があると考えられます。当ファンドではアメリカのデータセンターリートであるエクイニクスを組み入れています。エクイニクスはアメリカ、フランス、日本、中国など27カ国地域で事業を展開しています。また240ものデータセンターを保有しています。クラウドゲームはゲーム機本体ではなく、ゲームをクラウド上で処理して利用者のスマートフォンや PC などに配信してプレイします。クラウドゲームは 5G によってタイムラグなく楽しむことができます。高速大容量、低遅延、多数同時接続が特徴の 5G において重要な役割を担うのが通信塔リートです。通信塔リートは通信塔やスモールセルという小さな通信基地局などを保有管理しています。契約期間は5年から10年程度と長期で、契約更新率も 98% から 99% 程度と高く、賃料は毎年固定率で上昇、あるいはインフレ率に連動して引き上げられるエスカレーション条項が定められていることが一般的です。当ファンドではアメリカの通信塔リートであるアメリカンタワーを組み入れています。アメリカンタワーはアメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコ、インドなど25カ国で事業を展開しています。また22万基以上の通信塔を保有しています。戸建て住宅リートは賃貸用の戸建て住宅を保有管理しています。リーマンショックが発生し、その後戸建て住宅が大量に差し押さえられました。その差し押さえられた戸建て住宅を買い集めて貸し出すことで戸建て住宅リートは成長しました。アメリカにおける賃貸用戸建て住宅の所有状況を見ると、その多くは個人や小規模投資家によって所有されており、上場リートが開拓する余地は大きいと考えられます。当ファンドではアメリカの戸建て住宅リートであるインビテーションホームズを組み入れています。インビテーションホームズはフロリダ、カリフォルニア、アトランタなど全米16の都市地域で事業を展開しています。また約8万戸の戸建て住宅を保有しています。シニア住宅リートは一般的な高齢者向けの住宅に加え、さまざまな介護サービスを提供する高齢者向け住宅などを保有管理しており、介護サービスを提供する事業者、いわゆる施設運営者との連携が必要になります。そのため賃料に施設の運営事業から得られる収入が上乗せされることがあります。シニア住宅リートが保有する物件は様々で、介護レベルに応じて費用も変わっていきます。シニア住宅リートには必要な時のみ介護を受けられる物件や、入浴や着替えなど一部の生活支援が受けられ、基本的に医療・看護サービスは提供しない物件、認知症の高齢者の介護を専門とする物件などがあります。さらに24時間の介護と医療看護を提供する物件もあります。当ファンドではアメリカのシニア住宅リートであるベルタワーを組み入れています。ベルタワーはアメリカ、カナダ、イギリスで事業を展開しています。また約1800のシニア住宅などを保有しています。倉庫リートは個人や中小企業向けに貸し出す倉庫、保管スペースを保有管理しており、自宅などに収納しきれないものなどを預かります。それ以外にも温度・湿度管理が必要なワインや楽器、さらには車やボートなども預けることができます。当ファンドではアメリカの倉庫リートであるパブリックストレージを組み入れています。パブリックストレージはアメリカ、イギリス、フランスなどで事業を展開しており、
約3000の個人向け倉庫を保有しています。学生寮リートは学生向けの住居に特化して保有管理しており、学生のライフスタイルに合わせた近代的な学生寮を提供しています。例えば高速 Wi-Fi 専用アプリ、24時間体制のサポートセンターなどのサービスを提供している学生寮もあります。アメリカの学生寮業界の状況を見ると、アメリカの学生寮運営主体上位25社が保有するベッド数の割合は、アメリカの309大学770万人の学生の 8.5% にとどまっており、学生寮リートが大学と提携を進め、開拓する余地は大きいと考えられます。当ファンドでは、ベルギーの学生寮リートであるエクシオールスチューデントハウジングを組み入れています。エクシオールスチューデントハウジングは、ベルギー、オランダ、スペイン、ポルトガルの4カ国で事業を展開しており、約2万室の学生寮を保有しています。物流施設リートは、e コマース関連企業や運送会社などが利用する物流施設を保有・管理しています。そして、人口密度の高い都市近郊の立地、24時間の操業体制、多頻度かつ迅速な入出荷対応といったニーズに対応できる高機能な大型物流施設の需要が高まっています。これらの条件をクリアできる物流施設を保有するリートは、継続的な賃料の成長が期待されます。高機能な物流施設は主に太陽光発電や延べ床面積1万平方メートル以上の大規模施設、各階に大型車がアクセスできるランプウェイなどを備えています。さらに非常用電源の設置や免震構造、働きやすさを考えた従業員用のカフェテリアなどを備えている物件もあります。当ファンドではアメリカの物流施設リートであるプロロジスを組み入れています。プロロジスはアメリカ、カナダ、ブラジル、イギリス、日本、中国など19カ国で事業を展開しています。また4700以上の物流施設を保有し、5800もの顧客を有しています。いかがでしたでしょうか。本映像でご紹介した各種リートの特徴や銘柄に関する資料のリンクを概要欄に貼っていますので、よろしければご覧ください。ファンドの目的、特色、投資リスク、ファンドの費用等については画面を一時停止してご確認ください。